山田哲人さんかっこいい。どうも、芸人かけるプロスペースでございます。吉本芸人用のサガルと申します。よろしくお願いします。さあね、今日このキャプテンに、してます。期間限定でございます。もちろんね、多分7月に入ったらね、またダルビッシュさんに戻すと思います。ということで、今日の企画こちらでございます。山田哲人選手、即キアにして使ってみたです。ありがとうございます。もう即キワです。さあ、もう極みにさせていただきました。特もマックスでございます。で、やっぱり、ね、ステータスいいっすね。あの、この山田哲人さんはやっぱいい。パワー走力同値ということで、ね、まあパワー型組めるし、でミートも称号次第で A に乗るんで、やっぱね狙いやすいっすね、78って。いや、山田哲人さんの A ランク早く集めたいですね。で、守備も B と、いうことですね。まあ、守備面ではね、正直山田哲人さんで十分ですよ。あの、TS 菊池さん持ってても、あの、全然哲人さんでもいいと思います。はい。僕ね、もう哲人さんスタメンでいいんじゃないかなとも正直思ってます。はい。ただ、菊池さん、あの、守備 S になる菊池さんあるじゃないですか、特集して。そこまでいったらやっぱ菊池さんかなっていう感じもしますけどね。で、僕はね、山哲さんで、いいかなとは思っております。で、特殊能力もパワー、ヒート、類、白熱、まあ、333ですね。上げております。ということで、あの、めちゃめちゃ楽しみです。はい。ただね、ちょっと昨日ね、俺リアタイやってないんですよ。はい、ちょっとね、久しぶりにリアタイできなかった日で、ちょっとね、今日怖いっす。ちょっと怖いっすけど、まあでもね、勘が戻れば、バカバカ打つでしょうということでね、期待しといてください。で、打順はね、山田哲人さんを1番に持ってきました。まあね、使ってみたなんで1番にしてます。で、1番の翔平大谷が4番と。いうことで、ね、ぜひ楽しみにしてください。よろしくお願いします。それではね、2試合ぐらいやりたいと思います。いきましょう。あ、やばいやばいやばい、調子やばいやばい、ごめんなさいごめんなさい、ちょっとマジで手が滑ったというか、ごめん。調子はどうって送ってた。わわわわわ、相手切れてるかもしんない、やばいやばい。てかね、相手の人外駒さんなんですよね。マジ辛いさ、これ使ってみたり、外駒さんはなしよ、本当にきつすぎる。まあまずね、ちょっとピッチングからいきたいと思います。さあ、ライト翔平大谷、ナイス。ライト翔平大谷守らせてるってなかなかいないと思うんですよね。ただ僕はね、やっぱ翔平大谷はもうどうしても入れたいんで、まあライト守らせてます。まあ C やればいいだろうっていう感じですよね。とりあえずね、ちょっとさっきのちょっと詫びたいわ、この相手の方に。調子はどうって送られるとね、結構うざいんですよあれ。申し訳ない、ちょっとスタンプの配置が悪かったわ。レフト、はい、田口さん、ナイス。とりあえずね、使ってみたなんで、まあね、最初の動画では、ピッチングやりますけど、2試合目では多分カットしてると思います、ピッチングは。さあ、ダルビッシュさん行こう。ダルビッシュさんもね、今結構その MLB はね、なんだっけ、松ヤニ問題とか、まあボールの影響で滑るじゃないですか、ピッチャー。まあ、それが今結構ね、騒がれてるんですよね。こう大変だと思いますよ、 MLB のピッチャーの方。 OK、 ライト翔平大谷、ナイス。さあ、哲人さん行こう。応援歌ちょっとね、西岡剛さんのになってますわ。これつけてんすよ、山田哲人さんに、かっこいいから。 OK よ。さあ、哲人さん行こう。ストレートめっちゃ速い感じんな。はい、 OK よ。いやー、外川さんな、久しぶりだな。はい、オッケー、ナイス。さあ、ホームラン打っていこう。おい、あかんでしょ、フォアボール。マジかよ。まあまあ、でもナイスシーンってことですね。まあいいでしょう。さあ、ギータ行こう。あ、あかん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 。うわ、最悪。最悪。まあ、しょうがない。ストレート張ってようかな。ちょっとやばい、やっぱ打てないわ。おお、めっちゃ切れてるでしょ。おお、えぐいよ今の。おい、どうよ。はい、ナックルカーブ打ちましたよ。どうよ。さあ、翔平大谷行こう。カモン。あかん、あかん、あかん、全然振る。ちっさい方に見えた今。えぐ、うわ、えぐいぞこれマジで。切れてる外側さん、えぐい。
超えろ、超えないな。まあ、とりあえず王、まあ、王さんはここのスラブ振るんじゃん、キングは、うん、くそキング、ここ振れ。うわー、さすがやキング。あの高めのツーシームあかんな、この人には。多分この人には高めのツーシーム通用しないね。ってことはじゃあスライブとかこういうので打ち取っていかないといけないってことね。これはね、ストライクに入れていい。オッケー、ナイス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 、いいよ。じゃあ一球ツーシームをボール球ね、ボール球よ。おっ、オッケー、ナイスナイス、危ない危ない危ない、オッケー、すごい。おい、山哲さんナイス、十分。山田哲人さんで十分。じゃあなぜ TS 菊池さん取ったのって話ですよね。オッケー、セカン、あ、セカンじゃないの、え、おえ、いや、今危なくなかった、翔平大谷、翔平大谷もっと守備うまいぜ、多分。オッケー、佐藤、あー、まあ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 、これそっか、鈴木誠さん抑えて、で、次1点入れたらもうさよならか。これ振れ、これ振れ、オッケー、ナイス。あー、小久保さん行っちゃうわ、ごめん、小久保さんね、ホームラン打ちたがりだから、うん、多分打っちゃう。あー、やばいなこれ、 SP 解放してる、この外小さん、この外小さん、スピ解放してない、してないんかな。 OK、 ナイス、捉えていくね、うん、小さい方じゃなければ捉えていくね。お、切れてない、切れがついてないよ、これはいけるよ、ストレート、これストレート、うん、まあ、見極めるよ、2ストライクまでストレートを待つ、うん、いいよ、集中していこう、はい、ナイス、見えてます、小さい方が怖いよ。あかんやん、だからあかんやん、ゲッツーは。さあ、正隆さん、エキサイティング、正隆さん絶賛育成中でございます、まだ育成終わっておりません。はい、マジで打ちにくいんだけど。あー、これは落ちる落ちる落ちる、ナイス、これぞだよね。さあ、はい、やった、坂本さん、いいかわ、カモン、ヒットでランナーを一塁に置いています。うわ、やばいな、全然見えない、切れてる、切れてるな、はい、あー、まあ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 、ストレートがね怖いな。おら、来たよ、あっかん、これマジ抑えたいな、抑えて次多分山田哲人さん回ってくると思うんだな、ちょっとここ抑えたい。ゲッツシフト、ツーシーム、うん、OK、いいよ、タイピン出てない、タイピン出てないな、これタイピン出てない、ここのスラブどう、あかん、OK、ナイスナイスナイス、スラーブに合ってないな、多分ツーシームが得意でスラーブには合ってない。うわ、バース出た、怖っ、ここね、まあ、外野前進でいいかな、外野前進でいいと俺は思う。 OK、 ナイス、もうスラーブタイピンついてるからボール球、ほんでいいよ、まあ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 、で、ここのツーシームどう、振ってくる、振ってこない、じゃあ一球ツーシームに見せたスプリット、 OK、 ナイス、で、高めのスラブに振ると思われ、あかっ、 OK、 ナイス、山根さんナイス、山根さんナイス、ツーアウトランナー2塁、ここは外野前進じゃないな、定位置でいい、定位置で振らせたい、あかっ、 OK、 定位置ナイス。さあ、哲人さんまで回そう、どう、落合さん、ストレートあるよ、マジか、怖い、はい、ごめんなさい、あ、あー、惜しい、あー、今ホームランかと思った、あかん、山田哲人様に回る、オッケー、結果はない、結果はない、いいよ、行こう、哲人さん行こう、集中しますわ、ガチで、いや、外コンパス、これちょっと第一試合やばいな、あかん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 、集中しよう、マジで集中する、勝ちたい、
これが2球目。 OK。 これは外れた。次が3球目。あ、ファウルです。いや、2試合目ですね。相手の方は、3割2分8厘ぐらいだったかな。さっきのが4割近くいたあったんで、さっきの人が、さあ行きましょう。ジョンソンさんはあんまり存じないからちょっと怖いな。 OK、ナイス。先頭バッターを打ち取っています。直球打ち、伸びていく、集中していこう。 OK、 これ落ちるでしょ。あ、落ちない、まあいいでしょう。さあ、テストさん行こう。じゃあこの動画のオチでございます。エキサイティング山田テスト行こうじゃないか。おい、ナイス、ナイボーだな。はい、オッケー、テスト。はい、カモン。え、フォアボールはなしよ、マジで。うわ、え、低めの変化球、3ボール2ストライクです。これが6球目。あー、ボール、ナイス、ボール球ヒットでした。ありがとうございました。いや、やっぱギータだな。